日本陸軍鉄道連隊 A、B 型蒸気機関車は、かつて陸軍鉄道連隊に在籍していた蒸気機関車である。ドイツ帝国鉄道連隊が使用していたそう、合機関車1901年より、ドイツの有力機関車、メーカー各社で製造された 600mm 機関の野戦軽弁鉄道用ウェールタンク機関車である。それぞれ屋根の高さや、 運転台の機器配置の相違から A 型、B 型特別して不安された2両の軸配列0から6から0系短式二気筒タンク機関車を背中合わせに連結し、1人の機関士と2人の機関助手で運行可能とした総合機関車と呼ばれる特殊構造の機関車であるが A 型と B 型の間は 通常の連結器で連結されており、切り離して一両単位で独立して使用することも可能な構造であった。原設計は、クラウス社が1890年に、ドイツ陸軍の野戦軽弁鉄道向け 1A、B として初号車を納入したもので、これはクラウス社固有の系列番号が 4XX で、あったが、日本の鉄道代隊によって試行的に発注された、 当初の5セット重量については、系列番号が、ZWP1905 年に、鉄道連帯向けとして、クラウス社から輸入されたグループは、ZWX と少しずつ改良が施されていた。1901年に、滋賀商会経由で輸入された5セット及び 10km 分の、組立機場の使用実績が、比較的良好であったため、 日露戦争に備えて1905年春にアルトルコッペル社が日本陸軍より188セット376両の総合機関車及び組立機場などの機材一式を受注し同戦争中に陸軍が満州に布設を計画した野戦軽弁鉄道での使用に間に合わせるべく同一仕様で以下の各社に振り分けて製造させたこれらは基本的に すべてクラウス社の原設計に忠実に従って製造されたが、シュバルツコップ製の A、B77 から111のみは水タンクの秒説を半丸秒で行っていた。これらは1905年夏から1906年初頭にかけての時期に日本へ来着しており、1905年9月のポーツマス条約締結で早期講和が成立した。 日露戦争には間に合わなかった。性能面では概ね問題なしと判定されたが、ボイラ水面の傾斜の問題から、背中合わせでの連結運転時には、勾配は55%パーミル以下に制約され、それ以上の勾配での使用時には、2両を同方向に向けて連結運転を行って対処することとされた。その後は、大半が満州やカラフトなどに配備されたが、 日本国内の鉄道第一点に連帯にも少ないながらも配備があり、それらは津田沼の演習船での使用や千葉県営鉄道への貸し出しなどに供された。このうち A、B7 は1913年に主権的に大枠と動輪を新造して軸配置 D に改造されたが、これは他には波及していない。旧外地への配備グループは第二次世界大戦後放棄されたため、 その消息は不明であるが、日本国内に残存していた一部は、少なくとも、西武鉄道、小港鉄道、上層鉄道、三松炭鉱、今泉炭鉱、福島県庁に払い下げられたことが確認されている。各社の運転台背面は、開放型で、背の高い A の屋根の下に、背の低い B の屋根が潜り込む構成となっていた。一人の機関士で2台の機関車を同時に、 操作可能とするため、正位置の危機器配置を取る A に対し、B は配置を反転してあった。基本設計が共通するものをグループ化したナンバーで厳密には図面番号と呼ばれ、メーカーの形式図管理台帳の投資番号であったと考えられている。基本的には設計が共通するものについて、数字、アルファベット大文字部分が同一とされているが、 構造も寸法も異なる車両が同じ番号にカテゴライズされた例もあった。このほか、これらとセットで用いられる淡水車も2両、ドイツ陸軍向けとドイツ仕様のものが輸入された。例えば鉄道連帯向けの正規採用グループでは、蒸気ドーム基部に補強が施され、脱線時のドーム破損を可能な限り防ぐように改善されていた。コッペル車のドイツ国外を対象とする、 総合鉄道用品会社。顧客の要望に応じて、同一資本系列の車両メーカーである、オーレンシュタインウントコッペル社のみならず、ドイツ国内の様々なメーカーから車両を調達して、販売していた。今回も機関車のセット数に合わせて94両の淡水車が発注されており、機関車を担当したメーカー各社が同様に分担して、製造した。 ボルジヒ機関車工場を経由して納品されたので、公式にはボルジヒ製へとされていた。クラウス社の原設計では、平皿病による平滑な仕上げで、他6社はこれに従っていた。急行バイク間では、一方の機関車のボイラ内でキセリや、内荷室天井板が、水面から露出して、空抱きとなり、溶線を溶かしてしまう危険性があった。 580mm という記録もある。圧力は当時国内最高であった。ありがとうございます。